ルイーゼの肖像、ヨハン・ハイン・リヒ・ビルヘルム・ティッシュ・バインが、1798年、ルイーゼ・アウグステ・ビルヘルミ・ーネア・マーリエ、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公女は、フリード・リヒ・ビルヘルム三世の妻として、プロイセン王妃である。メクレンブルク・シュトレーリッツ公、カール二世の次女、初代ドイツ皇帝・ビルヘルム一世の母。1776年3月10日、 カール2世とその妻であったヘッセンダルムシタット公師、ゲオルク・ビルヘルムの娘フリーデリケの間の第六子としてハノーファーで生まれた。1793年3月14日、フランクフルト・アムマインで婚約者のプロイセン王大使、フリードリヒ・ビルヘルムに会う。二人はその年の12月24日に結婚した。1797年11月16日に夫は、 フリードリ・ヒビル・ヘルム三世として即位し、ルイーゼは王妃になった。フリードリ・ヒビル・ヘルム三世は、父のフリードリ・ヒビル・ヘルム二世とは違い、誠実な夫で愛人を持つこともなく、ルイーゼとの夫婦仲は良かった。ルイーゼは音楽に大変関心を持ち、宮廷楽長で作曲家であり、後にドイツオペラの発展に大きく貢献した、ヨハン・フリードリ・ヒライヒャルトに声楽を学んだ。 1806年10月8日、プロイセンとフランスの間に戦争が始まった。家のアウエルシュタットの戦いで、プロイセンはフランスに大敗する。11月の末には、ナポレオン一世は、ロシア軍と戦うため、ベルリンからポーランドに向かった。その前にルイーゼはナポレオンにロシアとの講和を訴えた。しかし、効果がないとわかるとルイーゼは、 ナポレオン一世の皇后ジョゼフィーヌに取りなしを頼んだ。ジョゼフィーヌはルイーゼのためにナポレオン一世に手紙を書いた。しかしナポレオン一世の返事はこのように冷たいものだった。手紙は受け取った。だが私は何よりもレ練テクダを持て遊ぶ女性が嫌いなのだ。私は善良で素直で温和な女性になれているし、またそういう女性が好きなのだ。 彼らが私を甘やかすことがあろうとも、それは私が悪いのではなくて、むしろあなたのせいなのだ。私には善良で素朴で可憐な女性でなくては向いていない。そういう女性ならあなたに似ているわけだから。ナポレオン一世は反フランスの中心人物である、ルイーゼ王妃のフリードリヒビルヘルム三世への影響力を非常に有害であると考えていたのである。 ブランデンブルクにあるルイーゼの記念碑1807年7月7日のティルジット条約で、プロイセンは、領土の半分を削られた上、兵力を4万2000に抑えられ、賠償金として1億3500万フランを課せられた。このためプロイセンは、これぞ破壊の傑作と言われてしまった。フリードリ・ヒビル・ヘルム3世は講和会議にも出席を許可されず、メーメル川の岸辺で、 ロシアの将校たちの中に混じりながら、にわか雨の中、ロシア外頭で、寒さに震えながら会議が終わるのを待ったという。困り果てたフリードリヒビルヘルム3世は、最後の手段として、当時国民に、愛国の王妃として、絶大な人気と尊敬を集めていたルイーゼを説得し、彼女の美しさに、ナポレオン1世が心を和らげ、プロイセントの講和条件を緩めてくれることを期待した。 ルイーゼは、この交渉においては、不屈で粘り強く毅然とした態度を見せた。しかし、ナポレオン一世がプロイセンへの要求を緩めることは、なかったため、さらに華やかに着飾って、甘い言葉を囁いてみたり、涙声で懇願したりもしたが、結局彼の決定は覆らなかった。ただし、ナポレオン一世は、この交渉でのルイーゼの態度には、深い感銘を受け、美しき敵対者。 プロイセンの名標などと評した。プロイセン中の愛国者たちの尊敬を集め、ルイーゼは大敗に苦しむプロイセンの崩壊を寸前で食い止めたとして評価された。ルイーゼは1810年7月19日に肺炎で死去した。彼女の死をプロイセン国民は大いに嘆いたという。夫であるフリードリヒビルヘルム3世との間には以下の5何4条を設けた。ありがとうございます。